シンナビルが。くそ、ジェネシスのやつなんでだよ。どこで買えんの？なんかソルジャーってみんなバイクとか使ってるイメージなんだけど、ザックス君はそういうのないんですか？盗む。絶対強いこれ。俺も手伝うよ。お、うん、いいの。熱そう。だってお花たち私に世話してもらいたがってるから。マジかよ。ああ、これ熱くない。かわされた。一緒に世話しましょうが多分激アツだよ。なんだよ、期待値低いわ今のは。花の手入れ熱いぞ。一緒に行け、一緒にやれ。ああダメだ。だってお花たちこれクソだわ。クソ演出だわこれ。ああそうだそうだクソ演出じゃなかった。癒しの波動。おお、花踏んでるぞザックス。ザックスわ、すげえこのゲーム戦闘結構おもろい。シールドおもろい。あれ戦闘結構好き。マジこいつ似合わないな翼が。力を貸してくれ。どうだろう、あんたが考えてること全然わからない。実は俺にもわからない時々頭の中に霧がかかったような感じになるんだでもな、たとえどんな状況でも俺は誇りを持たなくてはいけない。このバスターソードが共にある限り、ザックス、俺と一緒に戦え。どうして敵は世を苦しめるものすべてだ。やばいよこいつ言ってること。力貸してやる。あそこまで運んでやる。いいって、飛ぶのはいいもんだぞ。割り待たせた。遅いぞセフィロス、やつれたか早速だがオランダーは北条抹殺をジェネシスに命じているはずだ。北条ってあの？ああ、科学部門統括の北条博士。オランダーは北条に自分の地位を奪われたと思っている。だったら狙いは上の科学部門フロアだな。北条など放っておけ。相変わらずだな。ではセフィロスはここより下を頼む。外は俺に任せろ。ザックスは上だ。北条博士は任せた。了解。剣使うんだ。何を考えてるのか俺にはさっぱりわからない。でもまた一緒に戦えるんだ。今はそれでいいや。さて科学部門フロアはこの奥だな。よかった、無事か。静かにしてくれないかね。今ビルがジェネシス軍に攻撃されてるんだ。狙いは北条博士かもしれない。それで君が私の護衛か。とにかく一緒に避難してくれないか。こいつ研究外興味ないからね。どんな時でもずっとこんな感じ。劣化するモンスターなど恐れることはない。それジェネシスのことか。その通り。空から来た未知の生命体を古代種だと思い込んでいた愚かな時代の産物だ。未知の生命体。空から来た最悪ジェノバ。知らずとも問題はない。何も考えずに私という頭脳を守ることがソルジャーの役目だ。ジェノバ。おお、複雑そう。いや、おかしいでしょ。なんでその選択肢が出るの？何の音だ？君はたった今、実験用モンスターを下の階に放ったのだ。モンスター？凶暴すぎて役に立たなくてね。処分するつもりだった。ちょうどいい。君が責任持って処分したまえ。俺が？面白い情報を教えてやろう。67階の独房はアイテムの倉庫として転用中だ。君が放ったモンスターどもにはその独房の鍵を一つずつ持たせている。倉庫には何か役立つものが眠っているかもしれない。興味があるなら奴らから鍵を奪ってみるといい。ただしモンスターから鍵を奪う方法は自分で考えたまえ。博士、それ面白い情報じゃないと思う。仮に処分に失敗しても心配することは。やばい、急がないと。3分後に67階へ鎮静ガスを噴射する。聞いてない。3分以内にモンスターの処分ができたらこの事故の原因が君だということは黙っていよう。なるほど、面白い。でも鎮静ガスってまさか俺ごと鎮静するんじゃないだろうな。3分以内で終われば何の問題もない。君がどれほどのソルジャーかこれで明らかになるな。まったく、そういえば独房の鍵はモンスターが持っている。なんでそんなミニゲーム方式なんだよ。あ、戦闘中は時止まるんだ。優しい。嫌がっ。ほら、こんな手間かけさせてんだからいいアイテムくれよ。じゃあな。待って、俺盗んでなくね。よし、ちょっと。まあいいか。よし、開いた。俺セーブしたっけ。まあそんな大したもねえだろう。アルテマウェポンが嘘。よし、開いたぞ。なわけないだろ。あー、でもダメだ。ダメだ。結構おいしい。なんで鍵をお前取らなかったんだよ。倒しても手に入るだろう。随分と暇そうだな。いや、暇ってわけじゃないけど。私に来客があるんじゃなかったのか。この偉大な頭脳、命をかけて護衛する準備はできているのかね。それは。もちろん任せてくれ。いらっしゃいませってなもんだ。新世代のソルジャークラスファーストの実力を見せてやる。それは頼もしいものだ。二流科学者の失敗作になど負けないでくれたまえよ。おや、噂をすればだ。殺せ。オランダーの命令か。殺せ。オランダーに従えば劣化が治るとでも思っているのか。哀れ、実に哀れだな。くっ、ジェニス。二流科学者に劣化を治せるわけがない。もうやめろ、ジェネシス。おお、これは珍しい。君よ、因果なり。夢も誇りもすでに失い、女神引く弓よりすでに矢は放たれて。こんな時にポエムかよ。ワンダーのモンスターが勢ぞろいだ。黙れよ。ラブレス第4章。これはモンスターだわ。親友同士が決闘を申し込むシーンだ。古来より伝わる叙事詩。研究の役に立つかと読んではみたが、くだらん。決闘の結末は不明。最終章は欠落し、未だ発見されていない。結末は諸説ある。果たして女神の贈り物とは俺たちにとって何を意味するのだろうな。おい、待てジェリス。翼、まあ、しまえるのか。復讐に取りつかれたる我が魂。コート着るの絶対大変じゃない。苦悩の末にたどり着きたる願望は、我が救済と君の安らかなる眠り。また召喚しやがった。ザックス、任せたぞ。お前なら倒せる。置いてくな。待て、これ。エアリス、あのさ、後で電話するよ。お客さんが来てるんだ。何これ。お客に失礼のないようにだとさ。バハムートレッツ。おいって、さすがソルジャークラスファーストやな。戦う敵のスケールがなかなかすごいわ。大丈夫。強っ。まだだ。あいて。フェニックスのクソ強い。待て、まだだ。あいて。あぶれ。これ無敵じゃん。このエアリスのリミットブレイク最強だもん。 HP マジでとんでもないことになるもん。まずい。大丈夫、多分死なない。おーい、どこまで行く。やばいやばい、滅びる。地球滅びる。そんなバカミッドから滅びる。そんなバカな。どんなスケールで戦ってんだよ。やばい、やれ、揃ってくれ。激アツ演出、演出入ってる。揃ってくれ。よーし、とりあえずこれ大丈夫。どういう演出なんだよ。なんだよバハムートレッツって。すごいスケールだな。スケール一気に小さくなったな。イメージがあるぞこれ。フォトショー。あ、無敵ついてる。よし、いけ。これスロットゲーだ、マジで。マジでスロットゲー。スロットで勝てますよ。終わりだ。スロットで勝てますこのゲーム。いや、スロットが揃わんと勝てんわ。いや、エアリスクタイムマジで強え。エアリス連発できるからね。エアリスモードだよ。ここ社長と戦ったとこじゃん。みんなどこ行ったんだ。まあ今は副社長だけど。結構サクサク進んでいくな。また出ねえ。どなたですか？セフィロス。もうずいぶん連絡が取れないんだ。知らないのですか？セフィロスさんは資料室にこもりっきりらしいですよ。資料室は情報端末の持ち込み禁止ですから、しょうがないですね。資料室？なんでも昔の科学部門のことを調べているそうです。ああ。エアリス、どうした？うん、ね、いつ作ってくれるのかなって。作る？え？花売りワゴン、忘れたの？忘れるわけないだろ。待ってろ、すぐ行く。アンジール、どこにいたんだよ。街中にそれで来るなよ。これでも忙しくてな。まったくセフィロスとも連絡が取れないし。何かあったのか？別に。なんか資料室に閉じこもって昔のことを調べてるってさ。そうか。もう行くのか？何しに来たんだよ。ジェネシスとホランダーがモデオヘイムにいる。へえ、それを伝えに仕事してるんだね。気持ちだけはまだソルジャーだからな。ラザードにも伝えておいた。迎えが来るはずだ。シュールだなマジで。なんでこいつ唐突に来た。メールとかじゃダメだったのか。メールアド知ってるだろう。エアリスに会いに行こう。ザックス、モデオヘイムで仕事だ。分かってる。ちょっと待っててくれ。エアリスはいない。どうした？エアリスとはどういう関係？ああ、ずっと付き人してんの。そうだったな、そういえば。彼女からは何も。何にも。ならば、私からも何も。まあ、いいんですけどね。なんか唯一の。いいんですけどね。唯一の知り合いがなんとかって言ってた気がするもん。え？いや意味がわからんわ。どういうこと？このゲームめちゃくちゃだ。いきなりモンスターのお出迎えとはね。すべてが突然だよね。なんかカット編集してる YouTube の動画みたい。パッパッパッってあや飛ばしてあや飛ばしての。ゾーン、兵隊さん。しかもみんな落ちても全然動揺してない。電波が入らないようだ。ま、みんな怪我もないんだからなんとかなんだろう。どういうこと？さすがだ。不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、落ちずに進んでいればモデオヘイム村に着いたはずだ。つまりこのまま進めば村がある。よーし、俺についてこい。いや、何があったんだよマジで。おい、あんまり遅れるなよ。お前これ数字がいいな。俺も田舎の出なんだ。あっ、クラウドじゃん。ニブルヘイム。ああ、クラウドだ。ザックスは？俺ゴンガが。あ、笑った。今笑ったね。知ってるのかゴンガが。いやでもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって。知らないくせに。行ったことはないけど、魔航路があるんだろ。クラウドじゃん。ミッドガル以外で魔航路があるところは大抵。他には何もない。喜べさん。俺とクラウド。俺とクラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。ああ、任せる。クラウドだ。そうか、平時の時から仲良かったんだっけ。メテオショット。まあ今のクラウドに技なんてないもんな。ちょ、クラウドの技使ってみたいぜ。ちょ、セビロスさんじゃないっすよ。あ、終わっちゃいましたよ、セビロスさん。ちょっと待つか。体力あるんだな、この時から。そのソルジャーってどんな感じなんだ。ああ、質問の意味がわかんねえぞ。ま、お前もなってみりゃわかるよ。なれるものならね。大丈夫、俺簡単になれたし。ソルジャーってどうやってなるんだろう。クラウド、あれ筆記試験とかあんのかな。適性がないと結局廃人になっちゃうから、多分なんかそういう適性がないとダメなんだと思うけど。ジェネシス軍だ。魔鋼の試験掘りに使われた施設だ。よし、俺が行く。この任務の目的は施設内外の視察。ジェネシス軍相手の戦闘は想定外だ。想定外だから放っておけって、ありえない。いずれにしても敵情の把握は必要だ。建物の中に大軍が隠れている可能性もある。じゃあこれはまず俺がなるべく戦闘を避けて施設内に潜入。なるべくね。中の様子を探る。やれそうならやるし、無理そうなら退散。任せろって、ソルジャーはただの戦闘バカじゃないってとこを見せてやる。いいだろう。入り口はあの倉庫の裏手だ。潜入手順は任せる。ああ、分かっていると思うが、この吹雪だ。体温の低下にも注意しろ。動かずじっとしているとどんどん体温が下がる。下がった体温は得意のあれで回復しろ。スクワット。分かった。これバレてないのこれ。こいつ化け物だわ。スクワット数回しただけで体温が。あ、ちょっと、ああ、あおい、なんだよこれ。絶対見えてるだろ。超ちょっとスクワットもっと頑張って。何をする。お前には私が必要だ。私がいなければお前の劣化は誰が止める。ジェノバ細胞。クラウド、よくやった。お、クラウド有能。クラウド無能。だがゲルバ細胞は保管場所がわからない。北条でさえ知らないんだ。見つかりっこない。だったらこのまま朽ち果てるさ。ただし世界も道連れだ。クラド、おえおジェネシスとやり合える。セフィロスといい勝負してたジェネシスとやり合えるザックスって相当すごいだろ。え泣き叫べ神羅の犬め。こいつしょうがない戦い方すんだよ。これ負け目でしょ。負け目だよね。はい HP 減ってるし大丈夫、あれがある。しょうがない戦い方すんなよマジで。おいあ、やばい、これ負けるでしょ。これ絶対負けるでしょ。もう強すぎるもんな。メテオショット、これがソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやれ。全然クラウド要素ないでしょ、この時のクラウド要素。ちょ、スロット設定入ってないよ。スロット今日渋いんじゃないの今日。いいね、さすがにリジェネは1回しか使ってこないっぽいな。まあじゃないとデスペルない人積んじゃうからな。デスペル没収された人はいた。パターンが貧弱すぎるジェネシス。知る魂、誇りもついえ飛び立とうにも翼は折れた。これもコピーなんじゃないの。これがモンスターの末路だ。俺たちはモンスターじゃない、ソルジャーだろ。誇りはどうしたよ。約束のない明日であろうと。お前普通に喋れないのかこいつ。君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。普通に喋れないのかこいつ。この世界が俺の命を脅かすなら道連れだ。え？死んだジェネシス。劣化してるから弱いのかね。おいクラウド、しっかり。大丈夫、やめなよ。この先だ。オランダを確保してくれ。アンジールもお前を待っている。もともとのクラウドは好青年だからね。まあ、好青年ではないけど普通の人だからね。ね、こいつ結局何がしてんだよ、アンジールは。なんかバグっちゃってるよね。字が失ってんのかな。ジェネシスとは本当なら俺が戦うべきだった。ったく誰が仕向けたんだよ。だが次はお前自身の仕事だ。どういうつもりだ。よせよ。待っている人はいるんだろう。こいつどうしてんのマジで。本気かよ。殺してほしいんかね。いいぞアンジール、我々親子の恨みを今こそ晴らすのだ。親子？黙れ！俺の父は死んだ。ならば母の恨みを晴らせ。母は過去を恥じ自ら命を絶った。恥か、それは間違いだ。彼女は誇りに思うべき。確かに髪型も同じだ。自分の名が実験コードネームに残されたことをな。プロジェクト G、すなわちプロジェクトジリア。母の名を口にするな。ジェロバ細胞を埋め込んだ女ジリアン。ジリアンの因子を胎児期に移植されたジェネシス。ああ、ジェネシスは失敗だった。認めよう。だがアンジー、お前はジリアンの体内で細胞分裂を繰り返した。お前は完璧だ。ザックス、俺は完璧なモンスターだ。俺の細胞はお前だったのか。それを分け与えることができる。双方向コピー、ジェロバの力を正しく継承したというわけだ。ザックス、覚えているか。世を苦しめる者すべてと戦うと約束したよな。うん、でもあんたは違う。俺自身が俺を苦しめる。ザックス、見せてやろう。やめろ、取り返しがつかないことになるぞ。ジェネシスはかませでしかなかったのか。細胞だけでも。アンジール、え？アンジール、誇りはどうした？え？なんだ俺、物理耐性か？はっ、強よ。ちょ、早く解けろお前。やっべ。基本的に動きがこれいけるか。べえ。ガチでご了したな。基本的に動きは単調だからな。え、倒しちゃったんだ。ザックス、よくやった。あとは頼む。え、割と結構とんでもない。まだセフィロスがすごいのか。誇りを忘れるな。セフィロスとどうしてこんなに差がつくんだ。あっさりだな、意外と。ザックスが強すぎるのか。夢を持て。英雄になりたければ夢を持つのか。そして誇りも。まあ言ってしまうと、多分こいつらが化け物だと思ってたら、まあ真の化け物はセフィロスだっていう話なんだろうな。この時点ではただセフィロスはねえ、ザックス、上の町に行ったら空近いんだよね。怖いけどお花たち。え、死んじゃったよ。ジェネシスもアンジェリも死んだ。これなんか早いな。なんかあっさりすぎて。こんなあっさり死んじゃっていいの？いや無理だろ。まあでもこのモーションはクラウドのモーションっすね。ちょっと雰囲気変わったね。クラウドはこれを真似してんだよね。まあ真似してるっていうか、なりき、まあ真似してる、真似してんですよこれを。ソルジャーになりたいって頑張れよ。もう雰囲気変わったな。ソルジャーは全員揃ってるのか。はっ、みんな新人だってな。はい、よろしくお願いします。一個だけアドバイス、いや命令だ。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。いいな。なんかかっこよくなったな、ザックス。必ずまた全員でここに戻るぞ。急に行こう。プロジェクト G はアンジールのおふくろさんの実験だった。ホランダーは俺がモデオヘイムで確保して会社に引き渡した。その後は会社から待機を命じられてもう随分経つ。会社はごたついてるらしい。俺の周りにはタークスの連中がいつもいる。偶然休暇が重なったとか言ってるけどどうだか。こっからアンジールのことやジェネシスのことは誰も何も言わない。まるで何これ第2部。なんかアンジールもジェネシスも急にこの先俺は何と戦えばいいんだ。ソルジャーの誇りってなんだよ。まあクライシスコアから始めた人がいるとしたらストーリー的にコスタデルソルだ。リゾート地ですね。何やってんだこいつ。オイル塗ろうか。そんなことはいいんだよ。オイル塗ろうか。なんだよこれ。俺また干されてるのか。何やってんだこいつ。息抜きもいいんじゃない。もう飽きた。よし、こっちから連絡する。統括ならもういないわよ。ラザード統括は行方不明。ホランダに資金提供をしていたのは彼だったの。会社のお金を横領してね。あの統括がホランダを取り調べ中だからいろいろ分かってくるはずよ。何なんだろうな。みんな何を考えてんだろうな。真実はその人の中にしかない。その真実ですら言葉にした瞬間に疑わしくなってくる。シスネ、ちょっとあっち行ってろよ。今度はエアリス？なんで知ってるんだよ。俺は監視されてるのか？監視されてるのはあの子。彼女は古代種よ。世界でたった一人きりのね。知らなかったの？あいつ何も言わなかったから。そうなんですよ。世界にたったセブンリメイク初めてやってクライシスコアやろうって言った人。その通りだな。マジで超怒涛のネタバレしかないでしょこれ。気をつけろ。ジェネシスコピーだ。なんでこんなとこにいるんだよ。オリジナルシーンでもいるんだ。ジェネシスコピーだってね。どういうことや。こいつらまだいたのか。もうジェネシスはいるのかもな。はあ？肉体をなくした精神はライフストリームへ帰る。だったらどうよ。星をめぐる精神エネルギー、ジェネシスの精神も今頃はそのライフストリームからコピーを操ってるってのか。単なる想像だ。さあザックス、休暇は終了だ。一緒に来てくれ。ジュノンが何者かに襲撃されている。こりゃひでえ。またジェネシスコピーかよ。あっ、ここパレードの街じゃないこれ。構え。へえ。おお。うお。あ、ちょっとね、構えて。ああ、そういうことね。めちゃくちゃ強いじゃん。バッソ。ジュノンには今ホランダーがいる。この襲撃は懐かしい。一応ここまでまだ終わっちゃいないか。我々は住民を避難させる。お前はホランダーの保護を頼む。俺がホランダーのおもり？敵の排除が先じゃないのか？ホランダーは機密情報を握っている。なんか軽くはマップ。必ず保護しろとの社長の指令だ。ラザード統括が突然消え、ソルジャーの指揮系統は再編成中。この襲撃はその隙を突かれた形だ。無能だな。ここで動けるのはお前だけだ。ホランダーの保護を頼む。ホランダーはアルジュノン第8層の隔離施設に拘束中よ。上には非常エレベーターで行けるわ。この先の突き当たりをザックス頼むわね。なんかここで兵士に化けてパレードに参加するんだよね。なんか全国中継されて変な動きするとさらされるんだよね。逆にいい動きするとハイデッカーにアイテムもらえるんだよね。よくやったみたいな。うわ懐かしい。ここの砲台ある。ほらこれ、この砲台さっき映ってたやつ、これが使われた気がするけどな、本編でもちょっと覚えてないけど、ここら辺でソルジャーファーストがモブとして出てくるのはすげえ覚えてる。ソルジャーファーストってモブで出てくるんだなって思ってたのすげえ覚えてるわ。崖の魔法打ってくんだよな、ザコのくせに。あービンタ対決あったわ。いやでも絶対リメイクされると思うよ。だってリメイクでスクワットとかあったんだよ。なんか昔のファイナルファンタジーのシュールなところを残すから面白いんじゃない？表だけ作った感があるけど一応作ってんのかな。リメイク3部作だっけ？うん、マジで3部作だったらここぐらいまで次含めないと終わんなくない？ここは来すぎかな。まあでもマジで3部作だったらここまで来ないと多分終わらないと思うよ。そういった意味では作っててマップ表面上だけは作ってんのかな。それでここに入れてんのかな。作ってるところゴールドソーサーですら 20〜30% ぐらいじゃない、正直。まあでも今さらリメイクやる人もセブンの本筋は大体知ってそうだけどね。そうだからまあこっから始める人も気にせずやってもいいのかなとは思うけど、リメイクの最初だけ触ってるような人でも。まあぶっちゃけリメイクは正直もうリメイクなんだよな、別物すぎて。どうなるかこの先誰もわからん。あんなもの誰もわからん。黒ずきんってどこだ？なんか気にしなくていいと思うけど。